大丈夫ですよ。娘はもう結婚できる年ですし、カズマさんも分別ある大人。もし何かあったとしてもそれは。あなたは何を言って。やりやがった。ではごゆっくり。はあ、ロック。はあ、待てよ。部屋には誰も入れないし出られない。なんという静電。以上のことを踏まえるとめぐみんの隣で寝ていても何ら問題はないわけで。これならめぐみんに訴えられても勝てるだろう。違う、そうじゃない。バカか俺は。まずは布団に入って落ち着こうか。そうじゃない。なんて狡猾な罠だろう。そう、俺が何を言っても問答無用で制裁を受ける流れだ。なんという理不尽。逆転の発想として冤罪ではなくしてしまうことにしよう。何よりこの状況を作り出したのはめぐみんの親御さんだ。これだけの条件ならばあのセナにだって裁判で必ず勝てる。おはようございます。なぜ私はカズマと同じ布団で寝ているのでしょう。おい、俺が何かするようなやつだと思うのか。そもそもお前の母ちゃんに鍵をかけられ閉じ込められてるんだぞ。本当に何もしてくれないのですか。せっかく二人きりなのに。バーカ、せっかく二人きりなのに何もしたいわけがないじゃないか。バーカ、そんなことだろうと思いましたよ。沈め。私はめぐみんに案内してもらうけど、クズマさんはどうする。そうだな、俺も一緒に。おい、今俺のことなんつった。どうしたの。寝ているめぐみんにいたずらしようとしたクズマさん。すいませんでした。願ったものはきっと